皆さん、こんばんは。こんにちはかなまだ。人生のひとときをいかがお過ごしでしょうかダンジョンクロールストーンスープの日本語で解説していこうのコーナーが始まってしまいます。さて、<laughs> 魔法使いでやってました。じゃあやっていきましょう。お<い>えっと、スライマ穴を制圧して荷物を整理したところでした。次、今日はゾットを潜っていこうと思います。で、ポーションはこんな感じです。ネガティブエナージーも2本立っております。 で魔法はこんなな感じだなあのですね、なぜかレフティビの推奨やりとか、ファイアストームが出ない。ファイアストーム出てんだっけファイアストームは出てんのかファイアストームは出てないですね。はい。はいはい。出てないよねファイアストーム。うん、ないねなな。ないですね。ないでしょう。ないでしょう。はい。じゃあ行きます。エゾットの領域に行きましょう。 でポーションオブミューテーションも持参してってください。嫌な変異つけられる可能性ありますので。ボワワワーンとこう、入ってきましたえ。マジックマッピング2枚。<laughs> ダメですねえー、緊張してまいりましょう。本当に何回も言ってるけれども、これ死んだら終わりですから、このゲーム。まあ、ローグライクゲームの常々なんですけど、常なんですが、死んだら終わりでございます。ですからね。 生き残ってこう無事にこう動画を終了するっていうことが第一の目標になるわけだがここはオーブ・オーブ・ディストラクションっていくとほんと見え張ってさルーン頑張って取ろうとしてさ失敗してさ死ぬなんてやっちゃいけないことだからねもう恥ずかしくとも4つのルーンで今回脱出しようと思ってます若干良くないなこれ 早速良くないプレーをしてしまいましたが気にすることはないぶっ飛ばしていく逃げまーす毒耐性ついてるよねついてないよし大丈夫ですえー、ドラゴン系はですね逃げやすいんですねドラゴンさんたちは途中で炎を吐いたりしますのであの自然と私とこう被害の距離が離れていくような感じになります えー、ゴールドドラゴンはオーボブ,ブディストラクションで倒しましょうドンドンポーキャンですお来ました殺人トウモロコシいっつも言ってるがなんだ殺人トウモロコシって、えー、ここは階段で粘ってまいりましょうふんぬせるガ君はね他のモンスターと絡まなければそんなに怖いモンスターではないと めんどくさいんでグラッシュ打っちゃいましたなんかモンスター来そうだなーと思ってたんで来ましたねドラコニアンたちは、えー、冷血動物なので、えー、このコールド系の魔法を食らうとこうゆっくりになっちゃうんだなこの辺りたくさん来てますのでどんどん打っていきましょうで階段プレイしてますのであの危なくなったら逃げればいい話なのでいいでしょうなんか食べられる肉ありません ないですねじゃあゾンビにしちゃいましょうここも、えー、グラッシュ打ちました。 あ、めんどくさい、ね、ここはもうグラッシュ打っちゃいます。味方など関係なく巻き込んで殺しましょう。行 <laughs> くぞ。俺や。ここはあれだね。イグニッション打つわ。MP! まだ大丈夫ですね。もうちょい来い。よし。 ここだ、ここで決めるんだ。よし、死んだ。はい、完璧ですね。で、お腹が減ってきたので、この辺お肉ないですかと。ないね。あ、あったわ。よかった。食べられました。よしと。こんな感じで、あのー、階段に張り付いて、あのー、モンスターを引き寄せながら戦っていくっていうプレイは大事になってきます。その、階段で粘ってね。 あんまり最初からダンジョンというかその階層の深いとこに深入りしていかないでそれで倒していくっていうことは重要ですでさっきから見てます通りあの接近されないようになるべくしてくださいねと言ってて接近されちゃうんですけどドンドンと あ、なんか今、アーティファクトあったね。一応拾っとくか。しれっと、なんか怪しげなロングソードが落ちておりますけど。っ <laughs> ジェリースレイヤーだって。へー。名前がかっこいいね。よし。じゃあ次の回に行きまーす。ドン。あー、バカスケどもがこう散在してますね。え、イグニッションにしましょう。ドン。ドン。ドン。 でここは距離あるのでオーボオブ・ディストラクションでとどめを刺していくよしいいでしょドン逃げましょうかうわあここはダメだアムレット・オブ・フェイスいらないですね腕力の薬いらんそんなものはいらんのじゃ ここは、こんな感じで敵を巻き込んでいければいいかなと。連発していきますよ。死んだか。よしよし。ここも引きつけて、グラシ。今、グラシってお腹の減りどうなんですか ?3、すごいね。あんな行為の魔法ほとんどお腹も減らずに唱えることができてしまう。 ーマからはオ,ーブオブディストラクション本当は水晶槍っていう魔法も覚えてたら楽なんですけども今回覚えられませんでしたね魔法上が出てきませんでした1対1はオーボブ,ブディストラクションとおなんか怪しげなとこに到着まず画面内1体しかいないのでとりあえず行ってますが2体いるんだったらこんな感じで倒してやればいいでしょ ポンポン一瞬まったな何やら炎や冷気が吹き出してきてますけど気にすることはないなあそういえばあれだなすっかり忘れたけど獣の分岐でさあのー、浮遊してどっか取りに行くとかあったよねそこ取りに行くかこの階層終わったらそこ寄ってくわ。 はいたくさんモンスターがいますが、もちろんこの場合はグラシです。ドラコニアン、霊気の耐性ないからなない、ないやつはこのゆっくりになるから、余計グラシの方がいいんですね。もちろん状況によってはイグニッションの方がいい場合もありますけれども。おりゃ。いいですね。こんな感じで、あのどんどん敵を倒していくと MP も回復してまいりますので、ベフメット進行の面目厄除たるプレイだな。こうやってファイアボールをバンバン撃つよりも、 グラシ1発撃ってやった方が効率いいですよね。ファイヤーボール1発撃つ、2発撃つのと、グラシ1発撃つんだったら、グラシ1発撃つ方が強いと。お来ましたよ、皆さん。オーブ、オブ、オーブくん、ちゃうで、オーブ、オブ、ファイヤーくんが来ました。このめちゃくちゃムカつく的な。あ一応見とくか。これ全力で殺してください。えーと、まず見てください。HP150 高い。アーマークラス、エベーション4ずつ高い。MR 無限。だから、魔法攻撃効きません。魔法の、あの、あれは効きません。 で、電気と毒に完全な耐性があって、ファイヤーとネガティブエナジーにも完全な耐性があって、コールドに、えー、耐性もあると。<laughs> ふざけるなと。こいつね、意外と弱点は酸なんだよね。酸の杖を振りかざしてやれば結構ダメージ与えられます。近接戦闘の時は酸に犯して、それで殴るっていう作戦があるんですが、今回は、あの、どんどん、まあ、要するに、グラシエイトを打ち込んでやってればいいと思います。で、ボルトオブファイヤー強いね、ファイヤーボール。あと嫌なのこれね、マルミューテート。 えっと、ミューテーションつけていきます。ということで、もう一回、ファイヤーぶち込んでいく。ムカつくの死ねこのオーブ・オーブ・ディストラクションで分解してやるのがいいかもな。で、よかった。あの速攻で倒したので変異はつけられませんでした。よかったですね。ここもこうだな。 よしゾンビたちにた戦ってもらいましょうゾンビくんたちに当たんないようにグラッシュをぶっこんでいくとしでしょエンチャントゥーポンいらねえなもうこの後に及んではいらねえなこうやって3発4発撃つよりかは グラスで一発で仕留めた方が効率が良いということですさあ二階層目も探索無事に終わったかないいですかね、いいでしょうじゃあ一旦獣の住処に戻りますどこだったかね、なんかあのー、水場がさ、広がっててさ今回食べたね、あ、あったあったあった、ここここおい。 多分ねこん、こっちだな。この辺りから掘ってやれば出てくるはず。ワンド・オブ・穴掘りあるね。ドン。あ、ちょうどうまく計算合ってました。で、こ位ね、あのバカスケがいるんだな。これは分解のオーブ・オブ・ディストラクションでぶっ放して倒してやると。おおおなんかリンがありますよ。皆さん。よし、鑑定しよう。ドン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 。ド <laughs> すごいねユニセフのリンクすごい名前だねよしいいでしょうあとさもう一か所ダンジョンにさ浮遊して入るとかあった気がするんだよねちょっと行ってみようここだここここほら見てほら行くよちょっとねブーツオブフライングあるかどうか見とくわなーい <laughs> まあ、ないわな じゃあ、冬のポーション飲んでいきましょう。何個ある冬のポーション ?5 個、大丈夫だな、ね。いける。落ちたら死ぬからね。今、落ちますとかって、計画が出たんで、これ飲んでます。イエース特に何もなかった。まあ、これはテレポテトに逃げますかぴょーんと。 よし、オッケー。じゃあね。えー、再びゾットの領域に戻っていきましょう。あんま緊張感のない空間でしたね、今ね。<laughs> ゾットの領域に比べたら。はい、2回袖を踏破しました。3回袖参りましょう。気をつけて参りますよ。お、魔法じゃあるな。ちょっと起こして、まあ、階段プレイしましょうか。ょっと。オーボブ,ブディストラクションで倒してやると。よし。おいどうですかスタチューホーム、シャッター。あー、悪くないけどね。今回は使わねえな。 スタチューフォーム。近接戦闘職であの15ルーン取るときとかはお世話になると。なんか、思えば、これ、強いな。わかんないかこれファ、うっちゃうわ。誰だかわかんないけど、とにかく暗いということでお。昆虫大戦争みたいになってますよしよし。思えば、あのー、動画の一番最初に投稿したやつ、まだあのー、 マイクとかも買ってなくて、Mac の,の自動のあのマイクのところで、マイク、Mac に備え付けのあの、マッキントッシュに備え付けの集音マイクでやってた頃のやつ。あれの最初のさ、あのー、ミノタウロスのプレイをやったんで、私。あれ結構ね、組み合わせ良かったんだよね。最初だから絶対死なないようにしようと思って、そのサンルーン取って、とっとと脱出しちゃったんだけど、よく考えたら、もっと深いとこ潜れるような結構バランスの良い組み合わせに出てたんだよね。 真面目にあの変なことしないで3ルーン取って脱出するっていうことだけ考えないでもっと深いとこ潜るっていうこと考えておけばよかったなと今更ながら思うんだがただそれクリアしたからそう思うだけでやっぱりその深いルーン取ろうとして死ぬっていうのはもったいないですからね深いとこのルーン取ろうとして失敗してっていうの何回もクリアしてていや今日は行ってみるかなとさすがに死んでも後悔しないなっていう時だけこう深いとこ潜ってってほしいなと思いますまずはね あのちゃんと脱出するっていうことが大事ですからね。でと私はこうやってこれは半分皆さんに言いつつ半分自分に言ってるんですけれどもそう思いますマジックマッピング結構出てきたねこれもグラス一発ってた方が早いんだな あのこのコスト感すごい大事でグラシ1発とファイヤーボール2発だったらファイヤーボール2発の方が高いわけですよね MP 消費としてはファイヤーボール気軽に打ってってグラシってあんまり気軽に打てないなーとかって思ってるかもしれませんがそういう計算になりますのでめんどくさいことになってきたなボールト・オブ・コールドで対処していくああ多いねモンスターちょっと一旦戻りましょう 着火して逃げるとよし確実に一回で倒すんだったらグラシ打った方が早いかもしれないとさあまた群れがいますねあああああ,あここはさすがにイグニッションだな一発イグニッション打っといて景気づけに打っといてグラシだなお結構いるな,なんかすごいいるね歴戦の猛者たちがいますけどもまあみんな死んでいくわけです こうやって足止めしてんだったらイグニッションだな。おらしね、この。おおおお、えー。レベル27になりました。どうしましょうか今、インテリジェンスめちゃくちゃ育ってるので、最後、ストレングス上げて終わりにしましょう。ドン。よし。ドン。よし。一旦上に上がります。よし。ドラコニアンたちはこの階層を守ってるんでしょうね。 あの今女の子のキャラで一応やってるからさその触手に襲われるわけにはいかねえんだ俺同義上道義上な道義上の問題で触手に襲われるわけにはいかないんであのマルシルズってさ触手にこれこの話したっけ忘れちゃったあのー、マルシルって漫画の中であのダンジョン飯の原作で触手に襲われてたかなって言って 検索したんだ何気なくな。マルシル職種で検索したんだ。あのー、インターネットを使っている書研ならば、まあ、お察しいただけるかと思うんだが、原作の話、全然出てこなくて、あの、エッチなことになってしまう漫画がばっかり出てきて、まあ、これ別に悪いことじゃないんだけど、私はあの、検索失敗したなと思って。 あのちゃんと原作にそれが出てくるかどうかっていうのは、その原作読んだ方が早いなと <laughs> 改めて思いました。その検索するんじゃなくてね、原作を、その漫画を手に取って読んだ方が早いなっていうことを気づかされてしまったわけです。ねマルシルが、まあ、当然みんな考えるわけなんだよ。その職種に襲われんじゃねえかつって。襲われるわけよ。エッチな職種にな。 あ原作ではエッチな触手に襲われてないですよ。なんか植物のつさみたいなのに襲われてた記憶があるんだが、割と序盤の方でな。さて皆さん、あ,のあそこ気になりませんトランスポーターのとこ。ちょっと行ってみませんか。どうすか行けそううーん、なんじゃなんじゃこいつらは。待ってね、あの行けるかどうかあのちょっと見てみる。アイテム、あと欲しいアイテムある <laughs> あのちょっとあのクロークが気になるんだけど、あの社交心を煽るようなアイテムを置くのやめてほしいんだけど。 いやあ、これあのさ、よくさ、あの、いや、皆さんの中にパチンコされる方いらっしゃるかもしれませんが、今回の,あのコロナの件で、あのそう人の集まるところに行っちゃいけませんよっていう中でも、もちろんこれはあの禁止されてるわけじゃないから、行ってもいいんですけれども、そういう中でパチンコに行く方っていいますよね。結構パチンコが好きでも、常にやってないともうやってられんっていう人がいますけれども、僕はそれで言うと、ダンジョン・クロール・ストーン・スープやってないとやってられないんですけれども。 3密を避けてダンジョンクロールストーンスープやってるわけですけれどもこれなこのアイテムこれ見かけちゃったらさ行くしかねえとかって思っちゃわないこうねじ曲がったクローク欲しい今かなりクロークいいの出てるのにさこう見てくれかなりいいクローク出てるのにここにこんな景品があるとさもうついついここに入ってきたくなっちまうんだよなこれは良くねえなと思ってちょっとこれはね諦め無視します無視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 しますからねうん4階に行くからなよし来たさすがに今マジックマッピング5枚だから読んじゃうかポン こんなな感じになってますマジックマッピングに余裕があるんだったらガンガンこのゾットの領域は読んでもいいと思いますたまにねあのでっかい空間が出ることがあるんだよね固定マップというかおおおおおちょっとちょっと待ってねまずはこいつらを処理していくいや本当にグラシのこの範囲攻撃はいいですよ頼もしいですよね ただまあこれが引退されるっていうことなんで、ファイアストーム。てか、ファイアストームを紹介したいんで、ファイアストーム出ないでどういうことなんだこのこのゲームは。そういうこともあるんです。出てないよね <laughs>。いや、これはね、んなんか俺を最後あの引き止めてくれてるんで、深いとこ潜るなよっていうふうに引き止めてくれてます。ポールス。 なんだこの名前のスケール名。悪くないけど、ちょっと小ネタみたいな感じだけど、まあ持っていきましょう。ドン。なになにアイテムいっぱいになっちまったな。リング・オブ・デキストリーいらねえよ、女も。シャラ・イグナイト。おい。なんかアイテムたまったね。なんでこんなたまってないまあいいでしょ。 あの私、英語は日本,日本人らしくあの、学校教育で習った文しか習ってないので、あのめちゃくちゃ日本語読みすんだよねあの。サウスパークに出てくるさ、日本人をバカにした発音のさあの、ポケモンの時のさ、サウスパークの回あるじゃん。サウスパークのポケモン会の時に出てくるあの女の人みたいな <laughs> 発音になってるけど、私、全然気にしないです、これあの。なんか発音が下手くそで恥ずかしいみたいなのを思うのって、そのー、 もったいないいからね俺いつもあのたまに外国の人と喋ることあるんだけど私の適当な発音でもなんとか通ずるんだよね面白いことに中国語とかでも意外といけるよなんか中国語とかでも「変派を変派を」とか言ってたら意外と「オチち」とかこう言えば何とか通ずるんだよいいことに本当ありがてえな国際化社会って喜んでくれてそのちょっとあの片言でも言ってくれると でも嬉しくない逆に言うとさ、日本人でさ、アメリカの人がさ、ちょっと、ただ外国の人が日本語で片言でも一生懸命喋ってくれたら嬉しいじゃん。まあもちろんそう、思う人と思わない人いるだろうけれども。だから、いいんだ。あの <laughs>、クソみたいな発音だけど、いいんです。あ、ちょっとね、ごめん。ここね、マジックマッピング読むね。その前に敵を倒してからだな。いよいよいつの間にか喋ってたら誤解まで来たわ。よし。野郎ぶっ殺してやる。 えこれ終わったら私、えー、スティーブン・キング原作の映画ミザリーを見ようと思います。ねあれ楽しいよ。何回見ても面白い、あのミザリーっていう映画はな。もう何回見てもあのおばさん、キャシー・ベイツだ、キャシー・ベイツ。<laughs> もうね、<laughs> もう、ね、何回見てもね、キャシー・ベイツの演技が良すぎる。<laughs> 見たことありますか皆さん。あの、あのミザリー。 ミザリーはね、ほんと面白い。何回見ても面白い。あの、怖いし、面白い。何回も見ちゃう。俺、病気じゃいね。ストーリーとか全部覚えてんのに、何回も見ちゃうね。あの、保安官の人とか出てきたりとかさ。<laughs> キャシー・ベイツな。俺、キャシー・ベイツ、その、ミザリーでキャシー・ベイツ覚えすぎた結果あの、あの、タイタニックとか見れなくなるからね、あの、こいつミザリーだぞ、と思って。ミザリーじゃねえ、あの、おばさんだぞ、と思って。 <laughs> あのミザリーって映画ほんと見てください何で見るんだ今ネットフリックスとかで見れるのかなミザリーほんと面白いあれでもあの最高のシチュエーションはさそうやって自分で見るんじゃなくてさ日曜の昼下がりとかにさあのー、なんか勝手にあの木曜洋画劇場とかでさ勝手にやり始めるのがいいよねテレビ何度も気なし見てたらさいきなりミザリー始まったら嬉しくない <laughs> 一番嬉しいのはそれだね。あ、そしていよいよゾットの領域に入ってくるんですが、あ、ごめん、マジックマッピング読むの忘れてたわ。<laughs> 読みはストーン。<laughs> 意味がないんだけど、この辺りで読んでもない。この、見てくれ、この、この、なんつうんだ、この、なんか思わせぶりな空間がゾットの領域なんだか。こう、いいですね。ゾットの領域への入り口がこんな直線状になってるっていうのがいいですね。こんな感じで、あの、モンスターを退けてまいりましょう。 あの何のけなしに見てた「金曜ロードショー」とかがミザリーだった時のあの大興奮なだ,だからコマンドーとかあのシュワルツネーがの「コマンドー」とかもそうなんだけどこうやって積極的にネットフリックスで見るのとザッピングした時にたまたま巡り合うのって全然違うよね子どもの頃さあの今みたいにさツイッターとかでさ「今日はラ,ラピュタやるよ」とかさ「今日はナウシカやるよ」っていうか盛り上がってなくてさこうテレビとか見るだけだったんだけどそこのテレビで見てる時に「あナウシカやってる」って あラピュタやってるとかすっげえテンション上がるんだよねそういう時ってだからそれって逆に今こう私たちロストテクノロジー化しちゃっててさなんつうんだ昔は自然に出会えてたものをこう積極的に見に行く時代にこうなってるわけだな別にそれが悪いってわけじゃないんだけど 今爆発の大きさ、ゴールドドラゴンこう爆発するだろうっていうのを計算して、ギリギリあの、殺人ピエロ君に届くように打ちました。私今この直線ツールを利用して、イグニッションじゃねえやえ。これ、グラシをぶち込んでます <laughs>。ごめんなまた関係ない話だ。ま、そして来て、オーブ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 、バカスケ。ここはグラシ連発で倒してください。あと2、3体いるんじゃないかな。いる、いる、いる、いる。 うようよ出てきたぞ。やろう、殺してやる。やべ、MP がね。倒しきるぞ。アイスブラストぶち込んでみる。ドカン。ほら、死ねよし、死んだ。よしあの。電撃のゴーレムは逃げながら戦っていく。大丈夫だと思うが、HP よく見てね。ゴーボブ・ディストラクションとさ。 またた死なななかったなこんにゃろえっ、ー、と、そうしたらね、あ、スキャッターショットってったそんなにアーマークラス高くなかったはずなんでこいつ。スキャッターショットは、アーマークラスの高い敵には打ってもほとんど意味がありません。あのー、例えばヒドラとか、オーガとか、ああいうアーマークラスの低いメンツに打ってった方がいいと。例えば、多くのウォーリアー、多くの戦士には向いてません。アーマークラス高いんだな、あいつは。 だからまあ考え方として鎧着てる系のモンスターにはあんま聞かないよと。ボーンドラゴンとかも聞きにくいね。ボーンドラゴンあれ天然の防壁なんだろうね。あのボーンが。ちょっと待ってくれよ。はあ、ちょっと待ってよ。これはそしたら退却だな。ここはね、ポーションオブヘイスト飲みます。さすがにこれはポーションオブヘイスト飲んで,んです加速して逃げてきます。ダッシュで逃げると。 向かい撃ってもいいんだけどな。ただやっぱり階段の近くで向かい撃ちたいよね。迎え撃つんだったら。来たな、バカスケね。これあの安全を確保した上で、来た来た来た、こんにゃろ、野郎ぶっ殺してるからな。絶対に許さない、こんにゃろ。暗い暗い。あ、もう一個オーブオーブいる。で、さっきね、ちょっとね、あの、つけられました。嫌な変容 You are weak って書いてます。 一応、あの、陸長で倒してねあの、あの、肉を残す可能性もあるから。来たな、オーブ。こんにろ、死んでやる。殺してやる。ああ、今回、結構、オーブオーブくんいるね。歯応えありって感じですよ。おりゃ。おりよし。最後、オーブ。やおたこの、オーブオーブの一家がやってきやがった。このやろ、数はかなり多いですね。今回、数多いですオーブオブの。オーブオーブ一家がやってきてますよ。 後ろから来んなよ。後ろから来んなよ。あの、溶岩方向からオーブオーブが来る可能性があるんですけど。いいな。よし。来た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 ぶっ殺してる。ザコモンスターで一番強いのはオーブオーブくんかな。あの、一悪魔の方が強いのかな。一級悪魔の方が強いんですかね。どうでしょう。いいですね。 あこの後もモンスターワンサが来るだろうからお楽しみに。リッチです。古代のリッチ。太古のリッチですね。リッチパー、おかっこいいよ。<laughs> 今見たオーブ・オブ・ディストラクション、お互いに同じタイミングで撃ってきた。相手もやりおるな。かっこいいね。あの、あれだね、ニヘ・ツトムさん原作のブラムでさ、<laughs> ごめん、俺ブラム好きすぎてブラムの話よくしちゃうんだけどさ、あのー、 あのサナカンっていう敵モンスターがいてさ敵の女性がいてさ死亡をさ重力死放射線射出装置でさ狙うんだけどさキリーもさ重力死放射線射出装置持っててさどうするかっていうとさキリーはさその死亡死んだら嫌だからさその重力死放射線射出装置って放たれたサナカンのビームを重力死放射線射出装置でこう迎え撃って相殺させるんだよね <laughs> あそこ結構地味に好き あの序盤のあたりなんだけどまだちょっと待ってないやらしいモンスターたちがムーブメントをしてるから一旦た MP 回復してくるわよしバカスケどもがいるなここはこうだな よし、キラークラウまだ、こう、シャッやばい、うちょっとな、自動の射程範囲がおかしいんだけど、キラークラウ外してきた。よし、オッケー。あ、ふざけやがって。こんにゃら、お前、許さないからな。ほ <laughs> んでも呪文の一生ミスりまくって。こんな感じ、うまくの直線のところに、ここね、ここにこう、おびき寄せて敵を倒していきましょう。 引きつけてドンもう一回完全に倒すようにしましょう飯は食うといやこのまま脱出するのもありなんだけどねちょっと今回はさジグラットにちょっと寄ってこうと思うんだよえー、前も言いましたが私ジグラットで前回いっぱいしてます一回負けてますちなみにこの組み合わせよりもいい組み合わせでアイテムは出ました そんなのに調子こいて、それゆえにかな、それゆえに調子こいて、ジグラットで死にました。もう一回だけいけるんじゃねえかな、もう一回だけいけるんじゃねえかなってやってて、見事死にました。<laughs> もう、と思って。俺、動画撮ってるの忘れて夢中になっちまった。面白すぎて。それで死んでしまいました。私あ、ちょっとま、また来た、ね、ちょっと、だめ、逃げる。あの、今ね、まだ応募応募をバすから俺に気づいてなかったから。 こっちに逃げてきましたごめんバカスケとか言っちゃってるけどなんだバカスケっていいんだよオーブオーブオーブくんですねっキラークラウンは人間なんだよねこの何者なんだろうねこのゾットの領域をさこの守護しているこのキラークラウンは何者なんだろうねさあこの辺りにオーブオーブがいると思うので 警戒してまいりましょうよしあ、ちょっとなんかいるぞいだここにぶち込むしかね。ああ、映像失敗したかった殴ってなんとかなんねえかなったなんとか殴って倒しました今よしおほぼほぼオーブオーブがいるんでちょっと逃げましょういけい,いけいけよし。やろう。ぶっ殺してやる やべ呪文の名称ミスりまくってる。焦ってんだろうな。おりゃイエス <laughs> だんだんあのついてきましたね。嫌なミューテーションが。おい、嫌なミューテーションが飯食ってるぞと。そんな話です。お食い物がある。こんなとこに落ちてる食い物食いたくねえんだけどな。まあ、食えるんでしょうけど。 来たらなここはもうこうやってブワーッてこう。来てるね、ドンええー、もうこのゾットのオーブを取ればクリアなんですが。 皆さんにちょっとせっかくだからジグラット10階層ぐらい見せたいなとも思ってるんですけどあんまり見せる意味もないかなちょっと待ってね電撃のゴーレムちょっと MPMP MP が下押したか飯を食うと金が落ちてますよ誰がこんなとこに置いたんだってこのマイトの薬とかな <laughs> 頑張って降りてきた冒険者たちがこう死んでしまったんだよ、この辺りね。で、キラークラウンとかにバラバラにされて、こうやってアイテムが落ちてるんでしょうね。あやべえ、ミスった。突然変異で、戦ってるとバースアークしちゃうあの突然変異が続いてますね。魔法メインで戦っていけば嫌な変異ではないんですが、はい、これで全部倒しましたね。 一旦ここでやめようと思います次はねあのもうルーン取って脱出しようと思ってるんですがまあ一応あのー、これ強いのでジグラッとちょっと潜ろうかなと思っております本当はアビスのルーンぐらい取っときたいんですがちょっと自信がない正直自信ないのでこれで一旦やめようかなと思ってますじゃあね最後まあおまけでジグラッと潜ってこれ死んだらそれで動画お蔵入りになっちまうからな あのー、<laughs> ちょっと迷ってるとこだがどうしようかなジグラット行かないでクリアするかなちょっと迷ってますがおそらく次回はジグラットちょっと10回ぐらいまでだったらなんとかなると思うので潜っていこうと思いますそれじゃあこれで失礼いたしますまた引き続きご覧になってください